皆さんこんにちは。今日は NBA で活躍中の渡邊雄太選手についてお話ししたいと思います。渡邊選手は先日自身のインスタグラムで来季から日本でプレーすることを発表しました。この決断には大きく分けて2つの理由があるようです。1つ目はバスケットを純粋に楽しみたいということ。2つ目は20代の間は苦労の多い日々を過ごしてきたので30代からは自分のやりたいバスケットをしたいということです。渡邊選手のこの決断は多くの人を驚かせました。 NBA という世界最高峰のリーグでプレーすることは多くのバスケットボール選手の夢であり、そこからわざわざ日本に戻ってくるという選択は簡単に理解できるものではありません。しかし渡邊選手の言葉からは NBA でのキャリアを通して得た深い洞察と強い意志が感じられます。渡邊選手は2013年に渡米し、2018年に NBA デビューを果たしました。以来6シーズンを NBA で過ごしてきましたが、その道のりは順風満帆ではなかったようです。アメリカでのバスケット人生は渡邊選手に多くの試練を与えたのでしょう。言葉の壁、文化の違い、厳しい競争など乗り越えなければならない障害は数知れません。それでも渡邊選手は絶対に諦めないという強い意志を持って NBA でのキャリアを築いてきました。その姿勢は多くの日本人に勇気と希望を与えてくれたはずです。特にバスケットボールを愛する子どもたちにとって渡邊選手の存在は大きな意味を持っていたことでしょう。日本人でも NBA で活躍できる、そう証明してくれた渡邊選手はまさにヒーローだったのです。そんな渡邊選手が日本に戻ってくるという決断をしたことには大きな意味があると思います。 NBA での経験を生かし日本バスケットボールの発展に貢献してくれることを多くの人が期待しているはずです。日本バスケの現状を見ると渡邊選手の存在は非常に貴重だと言えます。日本には B リーグというプロリーグがありますが、その人気はまだまだ発展途上の段階にあります。チームの数も少なく、試合の観客動員数も伸び悩んでいるのが現状です。また日本代表チームの国際大会での成績もここ数年は低迷しています。2021年の東京オリンピックでは日本は予選リーグ敗退に終わりました。渡邊選手も代表メンバーに選出されていましたが、チームの力不足は明らかでした。そんな中、日本のエースとして期待される渡邊選手が B リーグでプレーすることは日本バスケットボール界全体に大きな影響を与えるはずです。渡邊選手のプレーを直接観戦できる機会が増えれば B リーグの人気も自然と上がっていくでしょう。また渡邊選手が若手選手の指導に携わることで日本の将来を担うバスケットボール選手の育成にも弾みがつくかもしれません。アメリカでの経験を若い選手たちに伝え、日本バスケットボールの底上げに貢献してくれることを期待したいですね。渡邊選手の日本復帰を決断したきっかけとなった出来事も注目に値するエピソードだと思います。渡邊選手は今シーズンサンズからトレードでグリズリーズに移籍、移籍後の試合で活躍するも翌試合の直前に今日は出場しないと突然告げられたそうです。その時の心境を渡邊選手は、その一言がめちゃくちゃ効いた、本当に初めて面食らったと振り返っています。 NBA という世界で戦い続けてきた渡邊選手にとっても出場機会を突然奪われることは大きなショックだったのでしょう。ホテルに戻った渡邊選手は、恥ずかしい話、自分でも引くくらいわーっと泣いた、体中の水分が全部なくなるくらいと溜め込んでいた感情を爆発させたといいます。この出来事が渡邊選手に、やっぱり自分はバスケが好きだ、本当に自分が楽しめる環境でやるのがいいと気づかせたのでしょう。 NBA でのキャリアに区切りをつけ日本でバスケットに打ち込むという決断は渡邊選手なりの答えだったのかもしれません。もちろんこの決断が簡単に下せたものではないことは想像に難くありません。渡邊選手は20代はどんな理不尽、苦労があってもアメリカにこだわると目標を立てたと語っています。
NBA でのキャリアを諦めることは、その目標を取り下げることを意味します。長年の夢に別れを告げるのは、とてつもなく勇気のいることだったでしょう。しかし渡辺選手は、1ミリも後悔はない。シーズンが終わっても清々しい気持ちだと言います。自分の人生をかけて追い求めてきた夢に、真摯に向き合ったものだけが持つことのできる、堂々とした姿勢だと思います。渡辺選手の決断の裏には、バスケットボールに対する深い愛情があるのでしょう。NBA という最高峰の舞台で戦うことよりも、バスケットそのものを心から楽しみたいというシンプルな思いが彼の背中を押したのかもしれません。そして20代の苦労を乗り越えてきた渡辺選手だからこそ、自分のやりたいバスケットを追求する資格があるのだと思います。誰かに与えられた役割を演じるのではなく、自分自身の意思でバスケットに打ち込む、そんな渡辺選手の姿は多くのバスケットボール選手に勇気を与えてくれるはずです。日本のコートで躍動する渡辺選手の姿を心待ちにしているファンも多いことでしょう。新天地での渡辺選手の活躍に大きな期待が寄せられています。一方で渡辺選手の NBA 復帰の可能性についても考えてみたいと思います。今回の日本復帰はあくまで一時的なものである可能性もあります。 NBA でのキャリアを完全に諦めたわけではなく、日本でのプレーを通してモチベーションを取り戻し、再び NBA に挑戦する可能性も十分にあるでしょう。実際過去にも NBA から一旦離れ、その後復帰を果たした選手は数多くいます。例えば中国リーグでプレーしていたステファン・マーブリーは32歳でニックスに復帰しました。ギリシャリーグでプレーしていたジョシュ・チルドレスも29歳でホークスに復帰しています。渡辺選手は現在29歳、まだまだ NBA でプレーできる年齢であることは間違いありません。日本でのプレーを通して自信を取り戻し、再び NBA での活躍を目指すことも十分に考えられるシナリオです。ただその場合は家族との関係も大きな課題になってくるでしょう。渡辺選手の妻である久慈暁子アナウンサーとの関係は現在も注目を集めています。久慈アナは渡辺選手の活動拠点であるアメリカに同行していますが、日本との往復も欠かせない状況です。仕事の都合で日本に帰国することも多く、それが離婚の噂につながっているようです。渡辺選手と久慈アナの結婚生活については当初から様々な憶測が飛び交っていました。交際期間が短くスピード婚だったことから、早すぎる結婚ではという声も少なくありませんでした。さらに結婚後も久慈アナが仕事で頻繁に日本に帰国していることから、夫婦の時間が十分に取れていないのではといった心配の声も上がっていたのです。実際渡辺選手が NBA で活躍する一方で、久慈アナは日本とアメリカを行き来する生活を続けているわけですから、すれ違いが生じてしまうのはある意味仕方のないことかもしれません。海を挟んだ遠距離生活はどんなに仲の良い夫婦でもストレスを感じてしまうものです。コミュニケーション不足からお互いの気持ちが分かり合えなくなってしまうリスクは常につきまといます。渡辺選手と久慈アナの場合、結婚生活の基盤がまだ脆弱な状態で遠距離生活を余儀なくされているわけですから、なおさら危険度は高いと言えるでしょう。また久慈アナの浮世離れした生活スタイルにも批判が集まっています。 NBA プレーヤーの妻となった彼女が高級料理店での食事や豪華な旅行を楽しむ姿は、一般の人々からは理解されにくいものがあるようです。夫が必死に努力している間に妻は贅沢三昧というイメージはどうしても拭えないのかもしれません。久慈アナ自身は渡辺選手の活躍をサポートするためにできる限りのことをしていると主張していますが、世間の風当たりは厳しいようです。こうした状況を踏まえると、渡辺選手と久慈アナの結婚生活は楽観視できるものではありません。ただ離婚の噂はあくまで噂に過ぎず、2人の実態は本人たちにしかわからないというのが正直なところでしょう。渡辺選手が日本復帰を決断したことで、久慈アナとの関係にも変化が訪れるかもしれません。アメリカと日本の距離が縮まることで
2人の時間をより多く共有できるようになるはずです。また日本でのんびりとした生活を送ることで、クジアナの価値観にも変化が生まれるかもしれません。贅沢な暮らしよりも家族との時間を大切にするようになるかもしれません。いずれにせよ、渡辺選手とクジアナの今後の関係は多くの人々の関心を集めることになりそうです。2人の結婚生活がどのように変化していくのか注目せざるを得ません。ただ私たちにできることは2人の選択を温かく見守ることだけです。渡辺選手にはバスケット選手として、そして一人の男性として幸せな人生を歩んでほしいと願うばかりです。妻のクジアナにも夫を支える良きパートナーとして充実した日々を送ってほしいですね。2人の未来が明るいものであることを心から祈っています。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。